皆さんこんにちは。お酒の遊園地チャンネル園長の石川です。今日はこちら日本酒隠れの本醸造ですね。楽しみに。お酒の遊園地、さあ乾杯、みんなで乾杯。はい、それでは今日もあのラベルの方向ね見えない状態で、担当を飲んでいただいて合うおつまみを、探っていくということでございます。日本酒ですのでね、今回初めてですかね登場する、清間ことね、清原というものをこの後呼んできますね。今もう真夏日ですので暑いんですよ。こういう時にこう飲む日本酒なんかは、これ新潟産なんですけども、新潟といえばもう淡麗ですから、あのすっきりと、味わえるものを選んでますので、今から私も楽しみでございます。それでは見えない状態にして担当の清間呼んでいきたいと思います。はい、ということで、早速ね清間呼んできましたので、日本酒担当します清原と申します。清間と呼んでくださいね。お願いします。ということで早速ですけどちょっともう飲んでみましょうよ。はいはい、はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。美味しいですね。うまいね。はいはい、はい、これをちょっとね私の方で選んだんですけども、はい、飲んだ感想はいかがですか。そうですね、やっぱりあの日本酒なので、お米のうまみを感じるんですけども、その後ですね、スッとこう切れる感じがあるので、すっきりした感じですかね、あとはこの色を見ると特にあの色がついてないので、熟成されたお酒とか古酒なんかですと、そういう色が若干ついてくるので、それがないので、古酒とか熟成酒ではないな、どうでしょうね、あの一言で言ったらどういった日本酒っていうふうなことが言えますかね。はい、こちら特徴的なあの米の旨味は感じるんですけども、後味がこうさっぱりした感がすごく強いので、おそらく淡麗の辛口のお酒じゃないかなと、で淡麗の辛口自体多いのが、新潟すごくあの代表的に有名なので、新潟の淡麗辛口のお酒なので、ソースじゃないかなと。なるほど、今そのね「宗酒」という単語が出てきましたけども、もしかしたらその分からない方もね視聴者いるかもしれないので、宗酒っていうことは他にも何か違いがあるということですかね。あの日本酒の味わいを表現するのは大体4つの分類がありまして、その指標となりますのが、淡い味わいのものから濃い味わいのもの、あとは香りが高いものと香りが高くないもの、その指標がありまして、今言った宗酒というのが、先ほどご説明したようにあのすっきりした感じと、香りもさほど高くないところで宗酒という分類になります。でもう一つが同じく淡いんですけれども、香りが高いもの、そちらの方が薫酒、吟醸とかそうですね、そこに入るのかな、香りが高いですね。であとの2つというのがもう一つが今度は濃い方ですね、味が濃くて香りが高くないものと言われているものが、純酒、代表的な銘柄で言いますと純米酒が該当した感じになりますね、でもう一つ最後が濃くて香りが高いもの、これがあの熟酒と呼ばれるものでして、代表的なものですとあの先ほど色がついてると表現させてもらったんですけど、熟成させたお酒であったり古酒であったりというのが、こちらの熟酒としても美味しいよね。そうですね、なるほど、日本酒はそうすると味わいで4つの分類に分けることができる。そうですね、で今回は比較的あのすっきりしてるんじゃないかなっていう、そうですね、ことですよね、じゃあ今のね、そのすっきりとしたの味わいに合うおつまみの方を、探していきたいと思います。ぜひぜひ、お願いいたします。それではお店に降りてきてまいりましたので、2つの商品を選びたいと思います。まず1つ目がですねこちらだし巻き卵ですね。2つ目がですねこちらですね、酒かわチップス、こちらの2つを持ってスタジオの方で食べてみたいと思います。というわけで、2種類選んできてもらいましたけども、軽く説明の方お願いします。まずこちらの方ですね、こちらの方がだし巻き卵になります。でこちらの方が酒かわチップスになりますね。ほうほう、なるほど、その日本酒なんで和で統一みたいな感じですね。そうですね、なりました。こっちからいきますか。出しました、卵がね、こっちの方が優しそうな味わいですもんね。食べましょう。はい、いただきます。あ、マリってるね。マリってますね。マリアージュ。なるほど、なるほど。これはあれ、狙いどころとしては何も狙った感じですか。だし巻き卵自体が、京都産のものなんですけど、だしも京都のだしを使ってますので、京だし、なのでそう上品な、そうですね、を感じますので、その上品さと柔らかな作り感っていうのが合うという形で、
なるほど。もう日本酒は本当にこう繊細なね、はい、その優しいというか、はい、その中でも、まあ、繊細であっただけじゃなくて、そのかなりこう複雑なこう、ね、言葉にはなかなかこう表現しにくいような、ね、属性があると思いますけども、はい、こういった繊細なものには京出汁みたいな繊細な味のものをその合わせるっていうことですよね。確かにこれ醤油べちゃべちゃってかけて食べちゃうとちょっと濃いものと甘いものでバランスが崩れるかもしれないね、はい、いやマリッとね、はい、いいですね、マリッとですね、はい、はいはい、ということで次はこちら皮行ってみましょうか、はいはい、これあれかな、その揚げてあるです、ね、そうですね、はい、うん、軽く揚げて塩を少しかけてるので、まあ、さっぱりした味になってますね、はい、なるほど、わかりました、はい、じゃあ早速いただきましょう、はい、はい、はいはいはい、いやこれもマリってるね、マリってますね、うん、マリアージュ、ちょっと僕飲んじゃったんで、はい、あっち向いててもらっていいですか、突き出していいですか、これちょっともう一杯飲みたいですね、はい、あっち向いててもらって、この皮の部分ってさ、はい、あのお肉もそうだけど旨味がやっぱこうお肉と、はい、その皮の間に凝縮されてる感じがありますけど、すごくこれも旨味が凝縮っていう感じですね。そうですね、まあ、そこがこのサッカーチビオのいいところですね、うん、はい、その旨味のところをうまく使って、その味を引き出すためにあえて、うん、まあ、塩を軽く振ることによって、うん、その味の方が際立つようにできているので、はい、うんうん、まあ、日本酒とのバランスはやっぱり組み合わせいいですよね。ねえ、はい、いやだいぶその合致しますよね、はい、もう香ばしさがもうとても心地のいい味わいですね。はい、そうですね、うん、で、あの実は日本酒でも、うん、あのヒレ酒があると思うんですけど、好き好き、はい、ヒレ酒自体はどちらかというと熱燗で飲むタイプなので、うん、あまりこの時期に、うん、いや冬でしか飲んだことない、まあ、そうですよね、はい、ヒレ酒を飲むときにですね、うん、あの実際ヒレを軽く炙ってですね、蓋をして、その香りをお酒の方につけて飲むという、まあ、飲み方がされるんですけど、その香ばしさがお酒にこう移ったときの、はい、この絶妙なこう香りと味わいとのバランスが非常にいいので、うん、はい、もうちゃんとなんか口の中で再現がされてますね、はい、この香ばしさと日本酒のこの繊細なこの味わいがこうね、はい、ものすごく合致してますよね、はい、そうですね、うん、もう冬の飲み物だったヒレ酒の、はい、あの味わいを、はい、もう夏このキンキンに冷やした日本酒で再現ができちゃう、はい、なるほど、考えましたね、はいはい、いやもう美味しかったですね、はい、美味しかったです、はいはい、ということで最後に答え合わせの方をしていきたいと思いますが、はいはい、そうだな、日本酒ですので、はい、産地、特定名称酒、はい、銘柄、はいはい、この3つを当てていきましょうということなんですが、はい、いかがですか、どこまで分かりますか。まず産地はですね、淡麗の辛口の味わいなので、うん、まあ、その代表的なである、まあ、越後の新潟ではないかな、うん、はい、という予測はしています。なるほど、はいはい、まあ、それは正解ですね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はいはい、次はまあその中でもその作りですね、うん、はい、特定名称酒、はい、というところなんですけども、うん、まあ、ここがですね、まあ、日本酒の表現が曖昧というか難しいという話をさせてもらったんですけど、うん、やっぱりこう判断の基準が非常に難しいところがあるので、うん、ちょっとなんかこう少しヒントがあると、まあ、その話の流れでその総酒っていうところまでは、あの選んだわけなんですけど、はいはい、まあ、その総酒といえば何がその中にその管理されるかっていう、総酒だとは思うんですけども、はい、まあ、その総酒の中でも、うん、あの特定名称酒って種類があって、はい、一つが本醸造、はい、でもう一つがまあ一般の普通酒ですね、はい、あとは生酒、まあ、このどれかっていうのがちょっと今、あ、なるほどね、はい、ヒントで言ったら、はい、あの季節を代表するようなものではないです。なるほど、はい、はい、分かりました、はいはい、そうしますとおそらく本醸造、はい、だと思います、まあ、おっしゃる通りです、本醸造です、はい、最後、銘柄。銘柄はですね、はい、新潟の、辛口、はい、本醸造、はい、というところで、ちびた川かですね、うん、片船、うん、隠れ、うん、星の勝利、この4つの、はい、いずれかじゃないかなと。はいはい、おー、さすがですね、はい、あの、その中に入ってますよ。あ、本当ですか。入ってます、入ってます。はい、はい、ここまでは絞れたんですけど、はいはい、ここからまたちょっとかなり難しくなってくるので、さすがにそこから絞るのは難しいかもね。まあ大体やっぱ似たような日本酒がこうね、今並んだっていうことで、はい、そこから銘柄難しいね、はい、大ヒント、はい、めでたい鳥がなんか羽ばたいてる気がします。はい、はい、なるほど、うん、分かりました、うん、そうしますと隠れですね。正解、はい、ということで、本日はこちら隠れでございます。どうですか、隠れ。
隠れはですね、蔵元自体が、まあ、昔から、江戸時代からやってる蔵元さんでして、はい、300年以上の歴史を持っている蔵元さんであります、ね。はい、でまあ、その代表銘柄であるのがこの隠れという名称のものが大々的に売れているものですね、はい。人気が高いので、出荷している量というのはですね、ある程度制限をかけながら出ているので、そんなに多くは流通はしていない、はい、人気があるというお酒ですね、なるほどね、はいはい。いや、だいぶ美味しい日本酒でしたよね、はい、この繊細な味わいで、はい、この繊細なものとものすごくマッチしましたので、はいはい、非常に勉強になりました、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではさようなら。お酒の遊園地、さあ乾杯、みんなで乾杯、楽しい人生を。